out of it. As Mark said, when Chris Paul was over here. What's going on, guys? ダンクマンヨシです。というわけで今回は本当はこのサンズとクリッパーズのプレーオフシリーズを見ていこうと思ってたんですけど、先ほどこの両チームに在籍しているクリス・ポールとレジオン・ロンドの因縁に関しての記事が結構面白かったので、今回はこれをみんなと一緒に見ていこうと思います。まあそれはそうと今回サンズが勝って、成績は3勝1敗になって、ついにファイナルまで王手をかけたということで、あのクリス・ポールがついにファイナルに行くと、そしてこれもさっきテレビで言ってたんですけど、もしも仮に今回クリス・ポールが優勝リングをゲットしたら、彼は歴代ポイントガードのランキングでどこに入ると思いますかっていう議論で、もうすでに優勝してない今でもランキングに名前が入ってくることがあるぐらい超一流のポイントガードなんですけど、皆さんはどう思いますか？歴代ポイントガードでまずパッて頭に思い浮かぶのがマジック・ジョンソン、あとはステフィン・カリーもポイントガードとして優勝しとるし、アイザイア・トーマス、通算アシスト歴代トップのジョン・ストックトン、あと最近通算トリプルダブルでも歴代1位に立ったウエストブルックと、当時までその記録を保持していたオスカー・ロバートソンとか、歴代で見たら本当に素晴らしいポイントガードはたくさんおるね。というわけで今回のお題は、もしも今回クリス・ポールが優勝リングをゲットしたら歴代で何位にランクインされると思いますか？あなたの考えを理由付きで教えてください。そして今回ももしもこの動画を楽しんでもらえたらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本題です。まあ先ほども言った通り、このクリス・ポールは現在フェニックス・サンズでプレイしてて、そしてこのレジオン・ロンドはクリッパーズに在籍してると。そしてこの2人には実は結構いろいろな因縁があったということで、まずは早速その詳細を見ていきましょう。まず簡単に2人のことを説明させてもらうと、このクリス・ポールは2005年にホーネッツからドラフト4位で指名されて、現在年齢は36歳。そして一方ロンドはというと、彼は2006年にドラフト21位でサンズから指名されたんですが、その後にボストン・セルティックスへトレード、現在年齢は35歳。だからまあ年齢はかなり近いんですが、キャリア的にもそして年齢的にもクリス・ポールの方が少しだけ先輩だということになります。そして最初にこの2人に関して話が出てきたのは2008年の夏でした。この夏はというと、アメリカ代表が選手を集めているタイミングで、彼らは2004年に銅メダルだったということで、今度こそは優勝するということを目標に最強のメンバーを集めようとしていました。そして当時ロンドはというと、彼は当時2年目にして速攻ボストンセルティックスをチームのポイントガードとして優勝に導いており、彼としてはノリに乗ってる時でした。だから当然そのアメリカ代表のキャンプにも招待されたんですが、なんと彼はその正式なロスター枠ではなく、その一軍チームの練習相手として招待されていたということで、要はその練習試合を組む時のメンバーとして招待されていたと。そしてもちろんこのクリス・ポールは正式なロスターのメンバーとしてこの時選ばれており、だからロンドとしては彼は優勝したばかりで、そのチームのポイントガードでリーグでも有数のポイントガードだと自分でも思っている中、その年も近くて同じポジションポイントガードのクリス・ポールが同代表のメンバーに入っていたことがとても彼としては悔しくて、この時くらいから彼に対して対抗心というか、そのような特別な感情を抱くようになっていたと言われています。そして次にこの2人が話題になったのは2009年セルティックスとホーネッツの試合の時でした。見ての通りこの時2人は試合中にトラブルになってしまい、この後2人ともテクニカルファールを言い渡されました。ですが問題となっているのが、その時ロンドがクリス・ポールに対して放ったと言われている一言、俺は優勝リングを持っている、だがお前は一生優勝リングをゲットすることはできないんだと。ロンドはクリス・ポールと揉み合っている時にこのような言葉をクリス・ポールに対して放ったと言われています。そして一部の報道ではこの試合の後もクリス・ポールの方は怒りが収まらず、試合後にセルティックスのロッカールームへ行ってロンドのことを見つけようとしていたと言われていて、だけどクリス・ポール本人はこれを後日否定していたそうです。そしてこの事件の後からはレジオン・ロンドとセルティックスはメディアに対してクリス・ポールのことは質問しないようにと、 NG 扱いにするようにお願いしていたと。そしてここからは2人とも同じポジションでリーグでも有数のポイントガードっていうことから頻繁にメディアでも比べられていたんですけど、ロンドとしては優勝こそはしてるんですけど、クリス・ポールと比較される時にそのオール NBA チームの選出回数とかオールスターの選出回数とか、その辺のクリス・ポールが勝ってる部分が比べられたり、そして先ほど言ったアメリカ代表のこととかもあって、かなりその辺の評価が気に入ってなかったと言われています。そしてそんな時にロンドにとって最悪な事件が発生します。2011年クリス・ポールがプレーしていたホーネッツは最悪な環境で
クリス・ポールはトレードを希望していました。そしてその中、ボストン・セルティックスも移籍先の候補として名前が挙がっており、当時セルティックスを仕切っていたダニー・エインジさんは全然ロンドをトレードで出してでもかなりクリス・ポールのことを欲しがっていたそうで、当然話し合いはされたんですが、最終的にクリス・ポール側がそのセルティックスと長期契約を結びたくないという理由でこの話はなくなったと。まあこの時のことに関してロンド本人は何も発言はしてないんですけど、ここまでの経緯を考えると相当悔しかったはずだと思います。そして結局この後クリス・ポールは自身が希望していたレイカーズへのトレードの話がダメになって、最終的にはクリッパーズへ移籍。そしてその後ロンドンのヘッドコーチであったドック・リバースも結局クリッパーズへ行くことになって、まあそういった部分でも彼らが当時比較されていたのを自分も覚えてます。まあその後ロンドンの方も結局セルティックスを出ることになって、その後はいろんなチームを転々としてプレイしてたんですけど、その後もクリス・ポールと試合をした後もハンドシェイクをしてるシーンが見られなかったり、仲が悪いっていう噂がずっと流れてて、だけどそんな2人が移籍後初めてハンドシェイクをしたと言われているのが2017年の試合。これによって2人は和解したのかと思われていたのですが、その後ロケッツに移籍したばかりのクリス・ポールに対してベンチからトラッシュトークをしていて、テクニカルファールを取られていたり、周りから見ているファンからしたらよくわからなくなりかけていた。そんな時ある決定的な事件が2018年に発生します。この2人に関する出来事で一番有名だと言っても過言ではないやり取りが、この2018年のステープルセンターで起こった事件。この試合はレブロン・ジェームスとレジョン・ロンドがレイカーズに移籍して初めてのシーズンで、確かまだシーズンが始まって間もない頃だったと思うんですけど、このレイカーズとロケッツの試合の時に発生しました。まず事の発端はというと、この速攻でロケッツのジェームス・ハーデンがブランドン・イングラムに突っ込んでいき、レイアップを決めました。だけどこのプレーに対して当時まだ3年目だったブランドン・イングラムは大激怒。このバスケットカウントをアピールしているハーデンのことをなんと審判の前で押してしまいます。よって当然この両チームは乱闘ムードになって、その輪の中にクリス・ポールとレジョン・ロンドがいました。この時なんとロケッツのクリス・ポールとレイカーズのレジョン・ロンドが別で乱闘騒ぎを始めてしまったと。とまあ両者このようにボクサー顔負けのパンチを繰り出しており、シーカーもその直後、その当時まだレイカーズにいたロンゾボールになだめられていたブランドン・イングラムがなんとこのクリス・ポールとロンドのファイトを見てそこに突っ込んでいきます。そして彼もこのようにクリス・ポールのことを殴るというもうカオス状態だけど、問題は何がきっかけでこのファイトがスタートしたのか。この動画を見る限りは先にクリス・ポールの方が指をレジョン・ロンドの顔に突き立てて喧嘩を吹っかけているように見えるのですが、もちろんこの試合の後にクリス・ポールはなぜあのように彼の指をロンドの顔に突きつけたのか話してくれました。クリス・ポールの主張ではこの時ロンドはなんとクリス・ポールの顔に向かって唾を吐いていたと。確かにロンドの口から唾が出とるね。まあもちろんこれに対してロンドはマウスガードをつけていたから吐けるわけがなかったと当時そのように主張していて、だけど結局この後確か NBA はクリス・ポールは出場停止が2試合でレジョン・ロンドを3試合にしたから、まあ最終的にはロンドの方が処分が重くなったんですけど、当時これに対してロンドが全然納得してなかったのを覚えてます。とまあ以上だったんですけど、だから2人とも何としてもこのシリーズ勝ちたいやろうね。はい、というわけで皆さんは今回のこの一連の経緯を見てどう思いましたか？あなたの感想をコメント欄で教えてください。そして今回もいいなと思ったら高評価お願いします。はい、ってな感じで今回以上です。ご視聴ありがとうございました。